グライシンガーですね。放送席、放送席、はい、今日のヒーローは、今シーズン初の関東勝利で6月6日以来7勝目を挙げましたグライシンガー投手です。おめでとうございました。ありがとうございます。本当は案外時間かかりましたけれども、今日は本当に7勝目嬉しく思ってます。まずはご自身としては2009年以来の完投ということで、本当に素晴らしいピッチングでしたね。そのあたりいかがでしょうか。You know, it's been a long time since I've had a complete game, and you know, I think tonight I was able to get ahead with strikes and get guys out early in the count, which kept my pitch count down, which allowed me to pitch longer in the game. But you know, our team played great defense, and it was a good win for the team. 確かに2009年以来ですか。案外時間かかったんですけれども、まあ本当今日完投できた要因というのは、やはり自分自身しっかりと早いカウントで勝負できたと、早く相手打者を追い込んで、そして球数をやっぱり減らしたことも要因だと思いますし、まあ、それにうちのバック陣がよく守ってくれましたので、全ての要素でいいゲームができたと思います。改めまして今日の内容なんですが、本当に与えたヒット数は4、そして四死球が0というのが本当に素晴らしい内容でしたね。You know, like I said, I think tonight I had good control, and Satozaki called an incredible game back there. I didn't have to think at all. I just threw the pitches he put down, and you know, today we were fortunate to get the three runs, and that was enough. 自分自身しっかり低めにコントロールを、しっかりつけて低めにボールを集めるんだという意識と、やはりキャッチャーの Satozaki が本当にいい移動してくれたんで、自分自身マウンドで考えるまあ、ことをしなくても済んだっていうのが一つ良かったかなと思いますし、本当に味方も3点取ってもらいましたので、本当チーム一体の勝利だと思います。皆さん気持ちは一つだと思いますけれども、本当に今日からは改めて 2.5 差の4位ホークスとの3連戦、どんな思いでマウンドには上がったんでしょうか。This whole division is very tight, so every game counts. It's the second half, and you know, we're in the last 2 months of the season, and every game is really important. And every team we face, it's an important game. So it was a good win to start this series, and hopefully we'll come out and win tomorrow. 実際やはりこれからの試合っていうのは一つ一つ大切になってきますし、本当にパリーグ本当にタイトな、まあ、ペナントレースを繰り広げてますんで、まあ、自分自身今日勝ったことっていうのは頭一つ取れたと。まあ、この長期ロードというのはしっかり戦っていかなくちゃいけないということで、まあ、今日の勝ちはまあチームにとっても自分にとっても本当に大きなものだと思ってます。それでは最後に本当に混戦のパリーグ、意気込みを聞かせてください。 You know, hopefully I can go out there and do the same thing I did today, but you know, today was a good game. I'm going to enjoy it for a couple days and then focus on my next game.今日はいいピッチングができたと思いますので、まあ、明日明後日はそのちょっと余韻にした方がなと思いますけれども、また切り替えて、次回の登板向けて一生懸命頑張っていきます。本当にナイスピッチングでした。グライシンガー投手でした。おめでとうございました。というコメントがありましたが、やはり里崎のリードっていうのも光ってましたよね。まあ、そうですね、それとやっぱり今日の一戦というのはやはりこう大事だっていうのは本人も言ってますからね、はい、頭を取れたということはね、はい。